2011年7月9日、川西市役所市議会本会議場にて子ども議会が行われました。子ども議会とは、子どもたちが議員となり自分の考える川西市のまちづくりを提案する場で、行政や市議会の仕組みを子どもたちに学んでもらう機会として平成4年から開催されています。自信はまあ微妙なんですけど、とりあえずしっかりゆっくりはっきり言って、いい議会にできたらと思ってます。全員出席であります。これより本日の会議を開きます。二階では議長も子どもたちが務めます。出席を願って野中萌太さん。はい。道路の白線が消えている場所があります。なので主に信号のない交差点の停止線や道幅の狭い場所の白線を引き直してほしいです。理由として、雨が降っている時や暗い時は白線が見えなくて、ドライバーの運転面や歩行者の通行などで危険だからです。自分たちでも学校や地域での呼びかけをし、自分自身でも危険がある道では注意していきたいと思います。子どもたちの質問に対し、各担当部長が回答していきます。まず川西市では、道路を利用されるすべての皆様が安全に利用されるよう、道路を広げたり、舗装の種類を利用したり、ガードレールやカーブミラーをつけたり、夜間に安全に通行できるよう安全灯をつけております。議員ご指摘の白線が消えている場所があるとのことですが、白線は交通の安全には欠かせない大切なものである。特に信号機のない交差点では重要なものだと思っております。早速市内をパトロールし、白線が消えているところや見えにくくなっている交差点や道路について白線を引き直し、市民の方の安全を守っていきたいと思います。私は各学校に太陽光発電を設置したらいいと思います。なぜなら節電や CO2 の削減に役立ちし、原子力発電に代わる未来のエネルギーになるからです。太陽光発電の設置を考えてください。市内の学校で太陽光発電設備を設置しているのは明豊中学校だけです。進まないのは訳があります。今のところ設置費用が高すぎまして、設置した後で電気代が安くなるなどの儲けが設置費用よりかなり少ないからです。今年この市の庁舎に皆さんに見てもらい、導入を考えてもらう目的で太陽光発電設備を南玄関あたりに設置する予定でございます。スマイル川西から災害に対して強く、他にも子どもたちから環境問題、災害時の対応、夢を叶えるための環境づくり、高齢者に優しい街づくりなど、全部で23項目の質問書が提出されました。子どもたちの素直でまっすぐな質問は、大人では見落としがちなものが多くあり、今後の川西市にとってとても有意義なものばかりでした。皆さん方から市の在り方に関する新しいアイデアや安全安心な街づくりに関します提案など、本当にいろいろな意見をいただいたところでございまして、本当にありがとうございました。皆さん方も子ども議会で体験をされたことを、将来自分の生き方に役立ってきていただけたらと大変期待をするところでございます。そして川西市がさらに素晴らしい町になっていきますように、皆さん方にもよろしくお願いをしたいと思います。議会を終えた子どもたちから安堵の表情がうかがえます。
張しました。みんなが笑顔になって楽しい街になったらいいなって思いました。楽しい街になんかみんなでお祭り騒ぎとかしたいいい川西の意見がいっぱい出たんですけど、そういうのがどんどん実現していくといいなって思います。これからちゃんと街が発展していって、なおかつ緑を残していくいい街になっていったらいいと思います。これからの時代を担っていく子どもたちにとって貴重な体験となったのではないでしょうか。子どもや大人、いろいろな力で、いろいろな人が協力していくことで、わずかな力が大きな運動へと発展していくと思います。